はい。こんにちは。マ、まあ、ーかャカです。えー、もうタイトルでお分かりかと思いますけども、まあなかなかあの、スマートウォッチ界ね、相当なシェアを、後出しではあるけども、すでにと、取り、取っていってるというね、アップルウォッチ。ね。えっ、ー、と、この動画をね、視聴されてる方でも、 今現在アップルウォッチをつけてる方もね、そこそこいるんじゃなかろうかというふうに思いますが、このアップルウォッチ、なんと、えー、今ね、えー、パンデミックを引き起こしている新型コロナウイルス、これに感染しているかどうか、わかるようになるかもしれないというですね、お話です、ね、これはですね、 あの、事前に言っときますけど、アップル自身が研究をしたとか、えっ、ー、と、そういう研究機関に投資をしたということではなくって、まあ、第三者ですね。今、今回、まあ、例に挙げるのがですね、アメリカの、えっ、ー、と、医科大学。あとは、それとですね、ハーバードですね。それぞれで別々なんですけども、研究をしていて、まあ、その結果ですね、 えー、アップルウォッチ、もしくはまあ、ハーバードであればですね、アップルウォッチを含めたスマートウォッチだったりとか、まあフィットネストラッカーですね。あの、そういったもので、えー、まあコロナにかかっているというところを割と高い確率で当てられる、そういう傾向が見えてきているよという、えー、研究結果が発表されたというお話なんですよ。 はい。えっ、ー、と、具体的に言うとですね、えー、まず一つ目が、アメリカのですね、マウントサイナイ医イ科大学というところですね。そこがですね、アップルウォッチを使って研究を進めていました。どんな研究結果が出たのかというところですが、まずですね、スマートウォッチ、まあ、アップルウォッチだけじゃないんですけど、スマートウォッチって、まあ、腕につけ、 で心拍測れるじゃないですか24時間モニタリングできますよね。もちろんその充電してね、問い外してるときはあれですけど、24時間モニタリングできるじゃないですか。 で、その中でわかることなんですが、だから別にアップルウォッチが一番いいとかそういうわけではないです。アップルウォッチしかできないとかっていうわけじゃないんだけど、この医科大学はまあ、たまたまアップルウォッチを使ってやっていたというところなんですね。で、その中で、まあその心拍を測るというところで、えっと、指標としているのが、えー、心拍変動っていうものをね、どうやら見ているということみたいです。まあ、あの心拍変動っていうのがまあ、 あの、これ脈があるじゃないですか。ね。まあ、なんだろう。まあ、俺が子供の頃なんかを、ね、こうちょっと思い返してみると、ね、心拍というものを勉強する、まあ、保健体育とかね、そういった授業、また、まあ、人によってはボーイスカウトとかあるのかなうん。なんか、その、緊急時の確認条項的なね。ね、なんか、その、友達だったり、その、 えー、道行く人、倒れてる人がいたとか、そういった時にこれを確認しましょう、みたいなね。<laughs> あったのかもしれないですね。あの、先生がこの、えー、合図をするまで、ね、自分の脈を、こう、数えてください。ね。1、2、みたいな。自分の中で数えて。途中でなんかね、あの、お騒がせ野郎がね、わかんなくなっちゃったー で、それをこう見たね、あのクラスの子たちがね、わちゃわちゃし始めると。ちゃんと数えろよ、とかね。え、私もわかんないくら、ね、い。そんなところで、こう、先生が、こらと、黙ってちゃんと数えんかい、と。<laughs> いうことが <laughs> あ,あったかもしれませんね。なんとなく想像ですけどで。そんなことは関係なくて、その心拍。うん。で、まあ、その、あるい、 で定こう、刻んでいくじゃないですか。一定リズムというか。うん。これがでも、ただ、まあ、当たり前のようなことですけども、えー、若干の、まあ、なんて言うんですかね、ズレがある。一定ではないと。で、この触れ幅っていうのが、まあ、ミリ秒単位っていうことなんですけども、大体の、なんて言うんですかね、こう、傾向があって、それを心拍変動という。 で、この心拍変動っていうものが、結構その、今回のその新型コロナウイルスに関して言うと、感染した時のこの変動に関する動きっていうのが、結構他のものと違って分かってきてるところがあると。うん。なんかもう、如実にこういうものだと新型コロナだよねっていうところは分かってきてると。なので、そういったところを、このまあ、スマートウォッチうんぬで24時間モニタリングしてるわけですから、 それを見て、あの、スマートウォッチ君が、もう、我々の感覚でこう見て、言うときに、おれちょっとおかしいぞと。あ、これコロナウイルスの感じじゃないみたいな。それで分かっちゃうよということなんですね。これが、その症状が出るよりも前にわかる。えー、検査を受ける前にわかる。っていうことで、 結構な、しかもですね、確率になっています。まあ、そもそもで、例えば今の、ええー、まあ、判定基準っていうのが、まあ、もちろん、その、お医者さんによる、まあ、問診っていうこともありますし、え、プラス、なんか PCR 検査っていうこともありますよね。で、そういったところで、ええー、まあ、あなたは新型コロナですね、みたいなことやりますけど、まあ、その、 一つね、なんか、要みたいな、これが決定打だみたいなことを言う,うに、ちょ言われちゃってるのが PCR 検査ですけど、それでもですね、適中率が3割から7割って本当は言われてますよね。だから100%じゃねえと。で、その中には、まあ実際、その、例えば体操の内村選手もそうなりましたけども、偽陽性みたいなね。陽性判定出ちゃったけど、実は陰性でしたみたいなのもあればその逆もあると。 いうことだったりするじゃないですか。これはもう、まあ、テレビなんかでもよく言われていたことですけど。なので、本当は本当は、そんなになんか確率高いものじゃないから、それをなんかその診断の決定だみたいな感じで、やってるのもちょっと危険だよね、みたいな話があったりするんですが、えっと、今回の、えー、ものと、えー、プラスですね、もう一個、あの、冒頭でも言った、スタンフォード大学。 さっき俺ハーバードって言ったね。スタンフォード大学でした。スタンフォード大学。でも研究進めてるんですけど、そこもすごいんうん。あの、アップルウォッチ。ここも使ってます。で、プラス、えっと、スマートウォッチといえばというところで、まあ、このチャンネルの視聴者の方はですね、もう、当然のごとく知ってる。ガーミン。ね。アップルウォッチよりもガーミンだと。 言ってる方も少なくはないですよ、このチャンネルにはね。え、ね、え、そう思ってる方も少なくないです。はい。で、プラスこの間あの、Google さんの買収完了したピットビット。はい。こういったところのスマートウォッチ、またはそのフィットネストラッカーっていうものを活用していましたと。ね。あの、ハーバードじゃなくてスタンフォード大が <laughs> ね。で、ここでも、 同じような研究をしていましたと。あの、安静時の心拍数の変化っていうものをもとに研究を進めてましたというところのようです。で、ここの、ここに関して言うと、発症する9日前。はい。そこで、まあ、その、まあ、こう、普通に普段この過ごしてるところでの、えー、心拍の変化っていうところに違いが分かってきてると。 陽性者の81%でそういう結果が出てますよ、というところを発表されていたりします。はい。素晴らしいじゃないですか。ね。で、しかも心拍でやってるっていうのが結構大きいと思っていて、まあご存知の方は多いと思いますけども、Apple Watch なんかで言えばですよ、日本では解放されていない機能があったりするわけですよね。Apple Watch の100%の機能を日本での Apple Watch は使えてないと。と いうことなので、アメリカの大学なんかが、こういったその研究結果を発表して、えー、コロナの感染の、なんていうんですかね、発見に、そのア l プ w a t c チが有効ですと。いうふうに言われていても、なんかこう中を見てみたらさ、おあ、なんだ、その機能、日本で使えねえじゃん。みたいなことあったりするかもしれないんだけど、今回のは心拍だから、日本でも使えてる機能ですからね。で、かつ、 あの、スタンフォード大は別にアップルウォッチだけじゃないスマートウォッチとかでもやってるというところなんで、ちょっと打っちゃったよ。これは結構いいんじゃないですかね。あのー、ま、もともとね、最近はその PCR 検査の検体をあの取るっていうところでも、その口の中から取るっていうやり方も出てきてるので、割とその,検,あの検体を取られる側の負担も減ってきてるし、まあな、何かの表紙にですね、 なんかその、くしゃみだったり、咳みたいなものが、えー、誘発されて、えー、相手のね、その検体を採取する側にも、えー、感染させるような、その危険性を低下させするようになってきていますが、まあ、未だにその鼻の中から入れてってやって、検体を採取してるところもあったりするわけですよ。だけども、今回のこの結果を見ると、スマートウォッチをつけて、 いれば、そんな検査も、まあ必ずしも必要ではなくなってくると。いうことですよね。まあもちろんそれっていうのは実際にその病床の、まあ、優先度合いとかそういったところも占有度合いとかでもいろいろあったりするから、そこである程度危険性を判断するっていうのも多分ランクがあるんだと思うんですね。間違いなくこの感じだったら、あの、感染してますよねだったら入院とか。 まあもしくはそういったような施設への隔離っていうふうになるかもしれないけど、ちょっと怪しいよねぐらい。怪しいよねレベル。すごい病床空いてますだったらその怪しいようレベルでもとりあえず入院しましょうかになるかもしれないけど、占有、ね、病床の占有率が高かったら、怪しいようレベルだとちょっと、あれなんで、まあその PCR 検査もしましょうかみたいなとかね、いろいろあったりすると思うんですが、まあそこら辺はもともと日本だと、 その、このコロナのね、その何て言うんですか、その病気のランク付け的なね。なんかあるでしょなんかその二類が、二類から下げなきゃい、下げようよとか。今は一類相当だとか。ありますけども。そんなところで検査はもう必ず、必ず義務付けられていったりとか、いろいろあると思うんですけど。こういったこともね、役立っていくんだったらいいのかなっていう感じはしますよね。なかなか面白いなというふうには思いました。 ええ。で、しかも、なんていうんですかね、あの、その、検体を採取したりとか、その、検体を、まあ、検証するとか、うん、なんかそういったところもそうですし、ま、もともとね、このスマートウォッチ関連で俺は時々お話をしてましたけども、もともとね、そうやって心拍とかいろいろ測っていけるので、その、老人ホームとかそういったところの、 利用者にはつけると、いうふうにしたら、もともとそこにいるスタッフさんたちの、なんて言うんですかね、あの、勤務内容というかね、それの、うん大変さっていうのも軽減されるんじゃないかって話も何度もしたことありますけども、これなんかはもう本当にそうですよね。そこら辺が大きいかなっていうふうに思いますし、あの、何よりもですね、病院とかそういうところが空いていなくとも、 24時間スマートウォッチ君がチェックしてくれるわけですよ。まあもちろんそのバッテリーの充電時間っていうのがね、都度出てきたりはしますけども。まあご存知の通りで、ス,スマートウォッチだとちょっとバッテリーの消費がね、他の機能もいろいろあるので厳しいかもしれない。あのフィットナイストラッカーぐらいの方がね、まだいいのかもしれないですけども。のものによっては 2, 2週間持つものもありますから。えー、からこういったもので、 病院とかですね、そういったところがやっていない、日本だったら保健所もそうですけど、やっていない間でもですね、こういったものが24時間こう見ていてくれて、で、まあそういったそのアルゴリズムがある程度確定してきた段階でね、まあ自動でね、例えば救急車呼んでくれるとか、なんか病院にね、 あの、連絡をしてくれるとかね。かかりつけ医にもともと、例えばアプリ上でかかりつけ医を登録しておくと、そこに今連絡をしてくれるとか。そういう風になっていってくれるといいのかななんていうのちょっと思ったりしますよね。できなくはないじゃないですか。今の技術で。もう完全なその法整備をどうするかとかそういったところなんでね。うん、こういったものっていうのが結構有用だよね有用だよなっていうことは思いますよね。 で、実際に今回、例えばその、こういったですね、医科大学とか、あとはそのスタンフォード大学なんかがこうやって研究発表しましたけども、単純に研究発表はしただけではなくって、あの、今言ったようなですね、自動で、まあなんていうんですかね、通告してくれるようなプログラムも同時に発表していたりもするんですね。だから、もう先に先に行こうとしてるっていうのはすごく素晴らしいことだと思います。 もちろんこれをつけて、常にトラックされてることの、なんていうんですかね、気も、気分的なものとかいろいろあるかもしれないけど、だったらつけ、うん、でもやっぱだ、うん、つけてくれた方がいいのかなと思いますけど。<laughs> あとやっぱ大きいのは、無症状でもわかるっていうところですよね。今だと結構症状が出てきたぐらいで、なんかじ、自分で、ちょっとこれおかしいかもしれないってことで、 まあ、その、かかりつけ医に、まず電話をして、ね、それを、電話での、まあ、中で、ああ、それだったら怪しいから、ちょっとここに、あの、この時に来てもらいましょうか、とか、うちではやできないんで、こっちに行ってきてみてください、とか、なるんだと思いますけども、今のは症状が出てなくても、ある程度の確率でわかる、というふうになってきてる。 これは結構大きいんじゃないかなって思いますよね、うん。まあもちろんその、無症状で、無症状なのにそういったことを必要なのか必要じゃないのかっていう議論も一つあると思いますよ。うん。要はその、無症状、まあ若い人であれば、無症状だったら別にかかってもいいじゃないかっていう考えももちろんあると思うんですよ。要はその若い人まで止めてしまうのは、本当に経済を完全にストップしてしまうことになるからっていうね。 その、65歳以上の、まあ、重症化率だったりとか、またはその死亡率っていうところが高まることは分かってるから、そういった方にはいいよね、とか。考え方いろいろ臨機応変にね、変えていく必要があると思うんですけど、なかなか面白いですよね。で、またですね、こういったものって、日頃その、例えばさっき言った、Google に買収されたフィットビットなんかも、うーん これは別なんですけど、新型コロナがっていうわけではないんですけど、えっ、ー、と、実際にそのフィットビットの端末を使用している800万人のあのデータっていうのは、まあもう常に持ってるわけですよね。まあこれはちょっと一部個人データにもあの該当すると思うので、データが流出しちゃったりすると大変なことになるのかもしれないんですが、あの、サーバーに持ってるのはもうそれはそうなんですよ。これはもうどの会社でもそうですと。 で、フィットビットなんかが研究独自にも進めていって、例えばこの800万人の使用者の、例えばこの心拍とかそういったもののデータをもとに、自律神経の、まあ、それに関するですね、なんかその、病気的なもののね、あの、発見とか、あとはその、そういったものの変動の傾向とかそういったものの研究結果を発表していたりも確かするんですよ。どっかで俺ニュース見ましたけど。うん だから、こういったものを活用して、その、新たなデータを取得していきながら、その傾向とかそういったものに対策に役立てるっていうこともそうですし、今こういった状況の中でね、その医療に、まあ、携わっている方々の負担を少しでも軽減していくっていうことの意味でもね、こういったものがこう進んでいって、ある程度その負担が減らせるようなシステムというか、 なんかそういったものができていくといいのかななんていうふうに思ったりしますよね。あの、こういうフィットネストラッカーだったら、もう、安いことだったら2、3000円であったりしますよね。まあ、先日俺がね、ミーバンド5買いましたけども、そのお袋のためにね。あれはま、5000円とか6000円とかってレベルですが、それより安いものもいっぱいあって、言っちゃなんだけど、 まあ、その、十万円支給とかそういったものももちろん大事かもしれませんが、こういったものを配っちゃうのもありなのかもしれないな、なんて思ったりしますね。とりあえず、六、六十五歳以上の方には問答無用で、なんか、あとは、その、年金受給者でもいいですけど、問答無用で配って、あなたの健康を守らせてくれと、ね、すんなさんが頭下げて。トラックすることにさ、ちょっとその、 嫌な思いもしそうな年代じゃないですか。そういう方々。だから、あなた方の、あなた方のなんか健康を守らせてくれと。だからぜひつけてほしいと。医療従事者の負担も減らせるし、まあその、病気にかかったかどうか。ね。無症状の段階からあなた方の健康がわかるんだと。どういった状況になっているかわかるからと。 いうこともやってもいいんじゃねえかなとも、ちろんそれに関するなんかプログラムとかっていうのは改めて作んなきゃいけないと思いますけども、法制備も必要かとは思いますけども、なんかそういったことも必要なのかななんてちょっと思ったりはしますよね。若い人は別に働きゃいいんじゃねえのって思ったりはしますけど。はい、ということでですね、あのー、スマ、スマートウォッチ。まあ、今回その、まあ、主にアップルウォッチというふうになってますけども、新型コロナのね、 無症状の中でも、まあ、確認できる。わかる。ね。そういった研究発表がされたというお話でした。もちろんね、あの、この新型コロナだけじゃないんで、今後もまた新たなですね、ウイルスねいっぱい出てくるでしょうし、病気も出てくるでしょうし、そういったこともありますけどもね。一旦はこんなものにもですね、研究がされていって、 なかなか面白い研究結果が発表されたよというところでね。どこでしたはい。なかなか面白い,、はい。ということで、また見てな。バイバイ。